天気予報をお伝えします。今日は落ち着きのない空模様となっていまして、現在兵庫県の南部に竜巻注意情報が発表されています。これからの天気のポイント、お天気ライオンちゃんです。はい、激しい雷雨なんですが、今夜がピークとなりそうです。雨雲、雷の発生状況からご覧ください。 はいち番の本丸となるまとまった雷雲、もう兵庫県にかかり始めているんですね、岡山県内では1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降っているところもありますこれからのの雨雲の予想です。 兵庫県や京都府を中心に激しい雷雨となる恐れがありますただ大阪や和歌山など近畿のもうあちらこちらで激しい雷雨となる可能性があるんですね激しく降る時間は1時間程度と見ているんですが今夜いっぱいは局地的な大雨に十分注意をしてくださいそして明日昼前にかけて竜巻などの突風や氷落雷にも気をつけるようにお願いします各地の天気です 明日午前中いっぱい来雨に注意は必要なんですが、だんだんと明日は状況が落ち着きまして、午後はだいたい晴れて雨の降る心配、明日の午後に関してはほとんどありません。梅雨の晴れまとっても貴重なんですが、注意が必要なのが紫外線です。来週は1年で最も太陽が高いところを通る月次なので、この時期というのは紫外線晴るととっても強くなってしまうんですね。明日各地で紫外線の強さは非常に強くなる見込みです。帽子や日傘 傘など使って直射日光から肌を守ってあげてください日中の最高気温は今日よりも高くて大阪や神戸27度京都は29度で蒸し暑く感じられるでしょうさて週末は貴重な洗濯日和となりそうです明後日土曜日は全域で晴れるでしょう日曜日以降南部で雨の予報に変わる可能性はあるんですが来週の火曜日頃にかけては大きな崩れはないかなと思います最後に洗濯情報です 午前中は雷雨に注意は必要なんですが、お昼頃からは安心して外干しできそうです。以上、天気予報をお伝えしました。今夜、そして明日の午前中は急な雷雨に注意。